どれや。バレンタインコンサート、バレンタイン終わりましたけど、バレンタインコンサートということで、あのお耳なじみのあるクラシック曲を中心としてあのお楽しみいただけたらと思ってます。では早速始めますので、よろしくお願いします。はい、エルガー作曲の愛の挨拶でした。続きまして、名クラシックを4曲続けてお聴きいただきます。1曲目がトルコ行進曲、2曲目がアルルの女、3曲目、カルメンより感想曲、4曲目、最後4曲目がクルミオル人形より足笛の踊りとなっています。4曲続けてお聴きください。Thank you.
互いのソロ演奏を、したいと思います。まずは私のフルートからなんですけれども、今このシルバーの銀の楽器を演奏してたんですが、次はちょっとこちらの大きい長くてちょっと太いと思うんですけれども、このアルトフルートという楽器を使って演奏したいと思います。この楽器なんですけれども、フルートは普通、ドと思って吹いたら指、ドの指をしたらドが出るんですけれども、このアルトフルートはドと思って吹いたらドシラソのソが出るんですね。弦管というものですけれども、なのでちょっとこのフルートよりも太くて柔らかくて音域も低いですので、ちょっと違った音色が楽しめるかなと思います。演奏します曲はピアソラ作曲の、タンゴエチュードという曲から、ナンバー3を演奏いたします。Thank you.
最後の曲になります。ちょっと10分くらいの長い曲を演奏したいと思います。フランスの作曲家ボルヌという方が作った曲で、オペラのカルメンを、モチーフに、編曲した曲になっています。皆さんが知っているメロディーとかを使って編曲しているので、フルートにアレンジしてかっこよく編曲しているので、ちょっと聞いたことあるようなメロディーが出てくるかもしれません。Thank you.
として演奏させてください。
ょっとあの狭くてあの失礼したんですけど、はい、ありがとうございました。すみません、お気をつけて。すごいな、これちょっと同じもんだろうな。肺活量、肺活量、あ、そう、体でよく皆さんの革命はええな、革命ええな、もうな、家でな。あ、チラシ。あ、すいません、いいです、これ、はい、あ、1枚、あ、すいません、これあの12月のリサイタルのチラシなんですけど、の裏にこの QR コードがございまして、私 の、 あの YouTube とかあの SNS とかにリンクできますので、アクセスできますので、よろしければと思って、ちょっとライブ配信がちょっとよく分からなくてちょっと不安なんですけど、あの配信しますので、よかったらチャンネル登録などもお願いします。